よし。よっしゃ。じゃあな。
学校はどうだ？問題起こすようなことしてねえよな。それならいい。保護士ってのはな、月に2回書類を出す義務があんだよ。ただでさえめんどくせえんだから、変なこと書かせんなよ。いいか、社会には抗えない秩序や権力ってもんがある。一人で勝手にのたれ死ぬならまだマシだ。だが中には他人を巻き込むバカもいる。世の中にそんなバカが増えねえようにこっちで目をつぶしてやってんだよ。どうした？ああ、もう出るよ。遅くなって悪いな。分かってるって、いつものやつだろ。それじゃ後でな。ああ、見ての通りだよ。仕事にプライベートにお忙しってやつだ。お前が手伝ってくれるとすごく助かるんだけどな。話せるじゃないの。ただでとは言わねえよ。コーヒーの入れ方とか教えてやるよ。よし、それじゃあ取引成立ってやつだな。怪盗団とは言っても君は未成年。生活の基盤を支えていた者がいたはず。しかも君が怪盗団であることを知りながら。
あの喫茶店のマスター協力者だったんじゃないの？我は汝、汝は我、契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。よし、じゃ手伝うって件よろしくな。頼んだぜ。そっか、残念。よっ。なあ。上がったな。おい、はあ、どれにするんだい？どうも。
か？お大事に。やめるの？こんばんは。あの後のことは覚えてる？その様子じゃ覚えてないね。一度はね、昏睡から回復したの。でも検査してる間ずっとぼんやりしてて、そのうちまた意識が飛んで寝ちゃった。普通あんなの飲む？バカとしか思えないけど。はいはい。ちなみに倒れた原因は味だよ。胃液と混ざると異臭が発生するの。シュールストレミングみたいな。まあどうでもいいか。おかげでいいデータが取れたってこと。今度は私の番でしょ、取引。それでわざわざ起きるの待ってたの。私のオリジナルの薬ね。あんまり外には知られたくないの。他言は厳禁ってことでいいよね。じゃ取引成立。ここに来てくれればいつでもお値打ち価格で分けてあげる。種類もそのうち増えるかもね。今後ともごひいきに。あれほどの怪盗行為、身体的な回復手段も用意していたんじゃない？どこで傷を癒していたの？調べればわかるのよ。我は汝、汝は我。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、死神のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。
そうだ、ねえ、次の治験いつ来れる？あ、これも覚えてない？検査中にも言ったけど、10代のモルモットは貴重でね。私はあなたの受験のためにお薬を提供。代わりにあなたはモルモットになる取引。新薬、絶対に完成させたいの。もう動けるでしょ？今日は帰っていいよ。じゃ、お大事にどうぞ。ねえ、お大事にどうぞ。ふむふむ。よーし。
する？もしかして、はじめまして。お願いします。お疲れ様。おーい。うん、帰るとするか。おい、わかりますか？これだ。正解です。
や違うだろう。さて、
たく。やるか。そうや。Huh?
明しよう。これだ。その通り。Thank you.
じめまして、よろしくね。お、はい、お疲れ様。調子はどうだ。帰るとするか。ああ、帰ったか。今暇か。よし、ありがとうね。おはよう。お宝も見つけたし、理事会まで1週間切ったけど。わかった。じゃあ心を決めたら連絡して。お願いします。よし、すごいじゃない。はい、お疲れ様。するか。ああ、帰ったか。
いらっしゃい。遊んでいくかい？頑張って。遊んでいくかい？やるじゃねえか。帰るとするか。俺、本で覚え。では君、正解です。お願いします。
する？なあなあ。すごいじゃない。はい。お疲れ様。するか。いらっしゃい。遊んでいくかい？頑張って。よし。よし。遊んでいくかい？やるじゃねえか。よし。帰るとするか。おい。今暇か？よし。ありがとうね。
する？助かる。いらっしゃいませ。おーい。うんうん。帰るとするか。始まり頼んだぞ。へえ。さてと。答えてちょうだい。これだ。正解よ。やるじゃねえか。何か用ですか？ありがとうございます。何か用ですか？どうぞ。あとは予告状を出して
鴨下の心をいただくだけだ。なら最初から予告状出しときゃいい話じゃねえか。そう簡単にいかないんだよ。お宝はいつまでも実体化しているわけじゃない。おそらく持って一日かそこらだ。んだよそれ、超シビアじゃねえか。けどこれで予告状出せんだろ。さっさと改心させちまおうぜ。いいか、書くか。その言葉待ってたぜ。いよいよ明日だな。明日の朝予告してその日のうちにやるんだよね。予告の効果は長くは続かないからな。不安か？待ちくたびれた。上等だぜ。絶対成功させるし。予告状は誰が用意する？俺に任してくれ。なんで？なんでって、なんでだよ。ここ大事なとこでしょ、うん、あんたで大丈夫？どうかな。説明しよう。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよなあ。いいだろ。おう、任された。ちょっと本当に大丈夫？正体バレたりしたら、うんうん、これまでの苦労が。さてと。分かってるって。よし、いよいよ明日だ。お前ら準備を怠んなよ。さてと。頼んだぞ。へえ。さてと。よし。予告状？朝来たら貼ってあったってよ。色欲のクソ野郎、鴨志田卓殿。抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減が分かっている。だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取ってお前に罪を告白させることにした。明日やってやるから覚悟してなさい。心の怪盗団よりあいつ。なかなかのもんだろ。ネットでそれっぽいやつ、いっぱい調べたからな。微妙。言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感ある。
あのマークもいまいちなんだよな。そんなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？噂、本当だったってこと？つかこれ、鴨志田先生からなんか盗むってこと？この変なマークってなんだ？心の怪盗団って何者？盛り上がってんだし、よくね？誰が？見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。相当効いてるな。貴様か、こら！貴様か！お前らか！とぼけるつもりか？まあいい、どうせ貴様らは時期退学だ。来いよ、取れるもんなら取ってみろ。今の鴨志田の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。お宝出現ってこと？今日ならいけんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。一日ありゃ十分だぜ。でかっ！どうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ。あ、この輝き、目にしみる。なんかムカつく。なんでこんな綺麗なの？鴨志田の欲望なんでしょ？お宝！つうか猫が不自然にテンション高え。どうしたの？なんか。いい加減にしろ、クソ猫！あ、いや、なんだ。レディの前でみっともない姿を。完全にキャラ変わってたし、一体何なの？自分でも止められなかったんだ。人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。それって、我が輩が人間ってことだよな。知らねえよ。とにかく、お前ら、運べ。命令ばっかしやがって。けど、思ったより簡単だったな。すげえ罠とかあるかと思ったが。これ持って帰っちゃえば、パレスが消えるんだよね。それで、鴨志田のやつも変わるはずだぜ。よし、今のうちだな。こんなにうまくいくとはな。結果的にペルソナ使いが3人も、我が輩の目に狂いはなかったぜ。にゃっ！
よし。ゴーゴーレッツゴーカモシダ。すげえ。あ。これだけは誰にも渡さん。これは俺様が上司である証明。この世界のコアだからな。あいつ、私のことあんな風に見てるってことよね。よう変態、待ち伏せかよ。探す手間を省いてやっただけだ。俺様がじきじきにここで始末してやる。こっちのセリフだ、セクハラ野郎。勝手な勘違いだな。勘違い？どこがよ。人に言えないようなことしてたくせに。隠してくれたのは周りの連中だ。俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。徳田？わからないバカが多すぎるんだよ。貴様、青臭いガキどもも、飛び降りやがったあの小娘もな。そうね、あんたにいいようにされて死んじゃおうとか、ほんとバカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。偉そうにするなよ、取り柄もない凡人が。俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。俺様は他の人間どもとは違うんだよ。そうね、お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取り憑かれた最低の悪魔よ。そうだ、俺はお前らと同じなんかじゃない。この世界を支配する悪魔さ。なんだこいつ。全部俺様の勝手だろうが。見ろ、お宝あそこだ。隙をついて取ってやろうぜ。奴を攻撃してチャンスを伺うぞ。ついに鴨志田と直接対決。みんなやっちまおう。Yeah.
ス。ベルトだ。いけ。ベルソナー。どれ、我が半人。回復だと、あの中のやつ食ったからか。ならトロフィーからぶっ壊した方が良さそう。はい、ルソナー、そこか。おい、俺のガキは半熱に触ってくるな。もうやめろよ、教えてからな。やめろって言われると逆にやりたくなるんだよな。ベルソナ、フライだよ。ベルソナ、くたばれ。我が決意の証を見よ。俺もまた帰るぞ。ヘルソナ、奪え。ヘルソナ、これだ。見事な判断だぞ。ヘルソナ、ヘルソナ、嘘だろ。よし、許されると思ってるのか。カモシダなんだぞ。え、だからな、俺様はカモシダなんだ。人のこと見下してるくせによ、今のお前すげえだぜ。わざわざ取りに来てやってんの、さっさと渡してくれる。黙れ、貴様らなんとにこれは渡さん。まだそんなこと言う元気があるのか。ならこっちも本気でやってやる。やってやる。クズの分際で、俺様は王だ。俺様が王じゃなかったら、どこまでも俺様に立ちついて、こりゃとっておきはやらんとな。どれどもあれ持ってこい。の時ブイブイ言わせてた、わからなず、こら、どうした。奴隷ども、俺様のボールはまだか。すみません、鴨志田様、ただいまお持ちいたしました。遅いぞ三島、このクズの薄物で。三島、え、なんでこんなところに。落ち着け、あれは鴨志田の認知症の存在だ。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。おーし、三島、俺様にパスだ。行きます。世界を使わない一球だ。やっぱり三島じゃ、いまいち調子出ないか。おい、目障りだ、さっさと消えろ。申し訳ありません、鴨志田様。次だ、次、さっさとボール持ってこい。鴨志田様、ボールをお持ちいたしました。いい子だ、スズ。そう、女どもも俺様に対して従順であるべきなんだ。嘘でしょ、志保がどうして。パンさん、落ち着くんだ、あれは本物じゃないぞ。そうだよね、でもこんなのって。くそ、スズイまで
てめえもう許さねえ。何だぞ、もう一度見たいんだな。どうする。よし、やるぞ。ヘルプだ。ピカロ巻き起これ聖なるつむじ風。ナイスだ、ヒットだ。主人も役に立たねえな。ああ、鈴井、悪いな。必ずあのクソ野郎ぶっ飛ばすからよ。力づくじゃラッチが開かないぜ。なるほど、見ろ、あのテラスのとこだ。鴨志田の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。鴨志田に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。あの王冠取っ、俺いつ我が輩の手並み攻撃して注意を引いといてくれ。ね、攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。よろしく。よし、わかったって。さらに進みだ。はっ、ガチだかんね。それペルソナ、はっ。どうしたどうした、ドレード、もっとボールを持ってこいっつうの。ボールがなくちゃ話せねえだろうが。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。敵を上げるな。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。アルセール、そこか。もうちょいだ。あと一発ぐらい当ててやる。うらぁ、犯罪で。いいか、この学校はな、俺様がいて成立してんだ。貴様らだけなんだぞ。筋書き通りだぜ。この隙にお宝いただきだ。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。そこか。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。どうだよ。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。来い。ピカロ、イクマンの神言を信じて強襲手を上げるな。大体貴様ら誤解してんだよ。セクハラなんてしてねえし、俺様とお近づきになりたいってんで向こうからモーションかけてきてんだ。こっちに気づく気配すらねえよ。よし、お宝までもう少しだ。さすがジョーカー。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。ヘルソナー、ラルセール、奪え。全然効いてないぞ。ガチだかね。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。いけ、
注意をつけた。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないといたくて。一気に上げるなよ。鴨下の注意を引くんだ。まだまだだ。ヘルソナこの調子で攻撃して注意を引け。助かったぜ。だら許さねえぞ。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。もうちょいだ。ヘルソナあと一発ぐらい当てられないよ。この敷地を上げるなよ。黙れ。やっぱりそうだ。足りない。どこ行った。もうチェックメイトなんだよ。ああ、おやさまの一番大事だ。いいぞ。鴨下が動揺している。いけんじゃない。これヘルソナ、やめよ。はい、ガッタさんね。この刺激をやめるから。さあ、よし、レベルアップ。見とけよ。おい、我が輩の魅力がまた増えたな。ニューパワーゲット。どうしたの。逃げたらいいじゃない。運動神経抜群なんでしょ。昔からそうだ。ハイエナどもが機械という名の押し付けばかり。そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ、お前のその歪んだ心。俺らが何とかしてやるよ。怖い。今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。シホも怖かった。でも飛び降りるしかなかった。あんたはどうする。飛び降りる、それともここで。人思いにとどめ刺しちまうか。まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの。けど、あんたは平気で奪ってたんだ。わかった。俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば、現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らには、その資格がある。あ、廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドノは優しいな。俺は負けた。負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。分かった。俺は現実の俺の中に帰ろう。おいおい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。ダメ、リーゾー。
ナビ見てみろ。目的地が消去されました。本当だ、行けなくなってる。お宝は？なんだそりゃ。メダル？え、あの王冠は？どうなってんだ。鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。奴の中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいの価値ってことだろ。これオリンピックのだろ。あの変態野郎、過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか。でもこれで鴨志田の心変わったかもなんだよね。多分。こっちは退学かかってんだぞ。我が輩にとっても初めての成功例だ。でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない。パレス丸ごと消えてなくなったんだからな。ああ、もやもやしやがるぜ。今すぐ確かめらんねえの？そうだね。しかし揃ってしけた面だな。喜べよ、大成功に終わったんだぞ。実感ねえからな。多分大丈夫だと思うぜ。鴨志田のシャドウ、現実の自分に帰るって言ってたろ。鴨志田傑、あんな奴は人間じゃねえ。けどあの時だけは少しだけ人間らしかったな。お前らのおかげで救われた奴が必ずいるはずだ。モルガナ、とにかく待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか。マジで退学なのとか。だな。じゃあ帰。保証してやれなくて悪いな。信じて明日を待とうぜ。さてと。書くか。ふむふむ。